ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、見知らぬ乗客。監督は、アルフレッド・ヒッチコック。1951年の作品です。テニスプレイヤーのガイ・ヘインズが、列車の中で偶然出会った、ブルーノという男は、ガイが離婚したがっている妻、ミリアムを殺す代わりに、資産家の自分の父を殺してほしいと持ちかけます。悪質な冗談だと、一生に伏したガイでしたが、ブルーノは本当にミリアムを殺してしまい、ガイに代わりの殺人を促します。共犯を疑われることを恐れ、警察への届けを躊躇するガイですが、果たして、というお話です。出演は、ファーリー・グレンジャー、ロバート・ウォーカー、ルース・ローマン、ケイシー・ロジャースほか、一見新自然としたサイコパスの恐怖。さすがヒッチコックとうなる、先見性あるサスペンスです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。